Hey guys, what's up? It's Exuperist here, and today I'll be reacting to episode 9 of Toradora. So what are we waiting for? Let's go! Hey guys, before we continue with the reaction, don't forget to hit like and subscribe, and click on the notification bell so that you won't miss any new uploads. And with that, let's go back to the reaction. Starting now. Okay, that's a very weird dream. More like a nightmare. I see. That does happen sometimes, doesn't it? Okay, so now we're kind of establishing that there is something between them. Something has already started to bloom or develop. And, you know, they just haven't taken that road yet. They haven't fully committed to it. So I want to know how this will shape up. It's very interesting, I think. And, you know, the fact that this is obviously not giving us any clear pathway to, you know, any pairing or any romantic relationship, I think that just adds a little bit more excitement to it. But I'm starting to feel a little bit more excited. My heart is somewhat fluttering a bit in some moments, but not all the time. I don't think any romance story will ever make you feel that way every single moment. But at the very least, there's some progression. We're moving toward a clearer destination. So let's see how it goes. She lost. この旅行が終わる頃にはあんたとみのりの仲は、何どうかしたの？偉い偉いぞ。いや、絶好の行楽日和になったな。見て行きます。まだ集合時間には少しあるしな。 That's the weirdest skit they've ever done. うちにお嫁に来る？行かねえよ。もう意地悪。あれ？そういえば、愛坂さん来てないみたいだけど遅刻？高須くん連絡して。何すんのよ。バカち起きてたの？目を開けて寝てるのかと思った。旅行に来てまで喧嘩するなって。それより川島は夏休み中何してたんだ？私？ もうずっと仕事。おお、仕事再開したのか。みのりんは？ん？部活バイト、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 部活バイト。タイガは？私はね、何とか、これ作ってたの。今、先輩って変な声出してたんだけど、これって。
いわくつきの CD から集めた心霊音声集。やっぱり、いやー、私呼ばれちゃった。アイサカはそういうホラーもの好きなのか。好きかも。意外だな。シエラが怖いもの関係苦手というのも意外だわ。みのりはね、ホラー、心霊、オカルト全般本当に苦手なんだって。はあ。だから私とあんたで死ぬほどみのりに怖がらせるので、恐怖のどん底に落ちたみのりをあんたも助け出すのよ。シエラは俺が守るってね。題してみのりに怖がらせてナイト登場作戦よ。ったく、どこまで歩かせんのよ。もう見えてるでしょ。ん？裏に回って、そのままデッキに上がれると思うから。ここがアーミンの別荘？ここに泊まれるの？そうよ、みのりちゃん。すげえ、超完璧だ。でもまずは掃除から始めないと。去年から誰も来てないし。去年から？これは大変な戦いになりそうだぜ。こんな綺麗な海が目の前にあるんだよ。掃除なんか後ろ。そうだな、掃除はその後だ。私も行くけど、高須くんは？Yeah. He enjoys cleaning too much. Quite a clean freak indeed. なんで一人で掃除してるんだ？ Isn't that your hobby? 気持ちいい。ねえねえ、どうした？あれ、なんか人の頭に見えない？楽しそうだな、あいつら。本当に来たんだね、優作。そりゃ来るだろう。高須が来るのに、親友である俺が来ないわけにはいくまい。よかったの、生徒会は。お？何の話だ？別に。たく、使えそうな場所って言っても。ここは洗面所か。ここも掃除しねえと。誰？悪い、気づかなくて。高須くん？今出るから。結構大胆だね、女の子のシャワー中に入ってくるなんて。別にわざとじゃ。いいよ、今でもみんなに内緒で。お前、何言ってねえ、したくないよ。何をだよ。お風呂掃除。やだ、一体何期待してたの？何その顔、傑作。うん、アイガー。え、バカチンがシャワーを浴びてるように見せかけて男子の純情をもてあそんだ。で、2階の調査は終わったの？役立たず。そんなことだからバカチンごときにもてあそばれるのよ。いいわ、私が見てくる。ついにバカチンに一言文句言ってきてやるわ。ほら、バカチン。What? バカチン、本当にお風呂に入ってた。Oh my god! ボンって、ボンって、ボーン。余計なこと言わなくていい。分かってるよ、後でお前の分だけ甘口作ってやるから。また愛坂さんだけ特別扱いして。そういうの女の子に嫌われちゃうよ、みのりちゃんにもね。呼んだ？私のこと。もうすぐ完成、手際にね。ああ、あとはルーを入れるだけで。ほら、お前らも食べる準備を。もう夕飯の支度か。俺もサラダ紙くらいなら手伝うぞ。お前、おいタイガー。ユウソク、あんた正気？おお、すまん、高須の声が聞こえたから。女子もいるんだったな。バカじゃねえの？タイガー、しっかりしろ。
すまんすまん。へいへい、このナルキッソの申し子め、おルードちょうだい。よせよせっから。そんな格好で何言ってんだこのかまととか。おいやめろって。なんか今黒くてわさっとしたものが。わかめの霊だ多分。わか。ね。くせえな。優作さって。すまん。いいからお前は行け。気をつけるのだみんな。この館には邪悪な霊が漂っている。俺に何かできることはあるか。カレーを。うんと辛くしておくれ。わかった。ああ、おいしそう。あり合わせだが、串枝のリクエスト通りできるだけ辛くしてみた。よっしゃー、くぜ、いただきます。うん、いけるいける。おいしい、おいしい。うん、思ったほど辛くないかも。うわ、こんなの。うん、サンガも食べてみる。本当はこんなに。ミノリ。これ喉に。つかまず痛い。ガツンいただきました。終わった、終わった。大丈夫か。高須くん、あんた最高だ。超辛いし超うまいよ。おかわりもあるからな。おかわり。ああ、死ぬかと思った。よし、じゃあ洗い物しちゃうね。あ、俺も。なんだ。辛いの食べたからかな。胃薬飲みたい。腹痛か？つっても薬は。挨拶は具合悪いのか？胃薬なら持ってきたんだ。部屋にあるから一緒に来るか。じゃあ頼むな。ちょ、二人っきりになるチャンスだろ。どうした？いや、別に。じゃあよろしくな。おう。ねえねえ、うん、おアミちゃんもお腹痛い。え？なんてな。なんなんだよ。別に、ぼーっとしてるからさ。お前見てると飽きねえよ。それって褒め言葉？微妙だな。何よそれ。それよりよかったら今から一緒にビーチ。ねえ高須くん、そこのグラス取って。あ、俺やるよ。悪い、なんだっけ。別に。お前すごい洗い物のテク持ってるじゃねえか。まあバイトで散々やってるからね。高須くんこそ見事なお手並みのカレーでした。いや、そんな。あ、そうだ、手伝ってくれたお礼にいいものあげよう。みんなには内緒だよ。はっ。高須くん、抹茶おいしい。え、ああ、うまい。小豆はいまいちだ。すごい星だね。きれいだな。二人っきりだ。チャンスってやつじゃ。Yes, obviously. Although I know this isn't. 串枝は彼氏とかっているのか。さっきのワカメの霊、まだこの辺にいるかな。え？タカス君は幽霊見たことある？は、いや、ねえけど。私は幽霊がいるって信じてる。でも本当に見たことはないし。見たことがある人の話も全然信じてない。はあ。それとさ、同じように思うことがあるの。私もいつか恋愛して結婚して幸せになるって信じてる。けど実際に誰かとそんな感じになったことないんだよね。世の中の当たり前に恋愛してる人たちが私にはとても遠い。だって私には見えないんだもん。やっぱり幽霊はいないんだ、一生見れないんだって諦めかけてる。だから質問の答えはいない。高須くんは幽霊見える人？俺は見たいのかもしれない。
だから心霊スポットにも行くし、怖い DVD も見る。俺思うんだけどさ、霊感があるやつも初めて幽霊を見た時はびっくりしたんじゃないかな。見たけどやっぱありえねえって打ち消したやつや、逆に努力してやっと見ることができるようになったやつだっているかもしれねえ。だからお前も一生見えねえかもなんて決めつけなくてもいいんじゃねえか。はっ、え、何あれ、 UFO？ ああ、人工衛星だ。人工衛星、なんだ UFO かと思ったんだけどな。俺はいつか櫛枝が幽霊を見れたらいいなって思うよ。お前に見て欲しがってる幽霊がどこかにいるって思うから。だから今日は妙なことばっかり起きてるんだね。え？アピールしてるんだ、ワカメの霊が。なんだよ急に。いつか見えるのかな。え？なんでも。変なやつ。It has some serious moments too. ねえ、ユージ、私お腹の調子良くなったみたいなの。うん、それで？食べた食べた。なぜか俺まで。ねえ、明日どうしようか。明日？例の作戦に決まってるでしょ。あんた全然うまくやれてないじゃない。お前はどうなんだよ。私は今回サポート役だもん。ったく、それにしても疲れたわ。え？北村くんと一日中ずっと一緒なんてどれだけ幸せなんだろうって思ったけど、緊張しすぎて早死にしそう。確かにな。あんたと一緒でも全然平気なのに。なんだよそりゃ、失礼な。バカみたい。こんな広い部屋なのにせせこましくくっついて、狭いアパート根性も染みついちゃったみたい。お前な。リュウジ、私思ったんだけどさ、あの夢って意外と。ん？どうした？なんでもない、寝るわ。え？ああ、おやすみ。ふぅ、あれ、俺カバンこんなところに置いたっけ。うわっ、なんだよ。なんかフルフルする。リュウジ、これどう思う？バッグに入れてたのに、さっき触ったらあったかいの。誰かがさっきまで来てたみたいに。う、俺の部屋も変なんだ。枕に長い髪の毛が。何今の。いや、きっと。犬小屋で暮らしてるあの夢の続きだ。じゃあ目を閉じてればいつか覚めるよね。覚める覚める。よな。 Alright, so when it has some serious moments, it definitely hits some of the right spots there. The metaphor between seeing a ghost and falling in love, that was a really good conversation that Takasu and Kushida had. Yeah, soWe're starting to move toward the direction that, for example, Taiga is starting to realize that maybe her crush over Kitamura isn't really the best for her. That she can't, it's not plausible or realistic given their situation right now, considering she never really spends a lot of time with Kitamura and she can't even speak with him straight and have a proper conversation. Meanwhile,she's been spending most of her time with Takasu, and she's more comfortable around with him. Now, whether or not that those are good enough reasons or factors to get into a relationship with Takasu is, you know, another thing entirely. And perhaps she'll have to reflect a little bit more on her feelings, on how she feels about both of them.To know who it is that she will probably go for and pursue a relationship with. Also,
I don't even think Takasu has. I mean, he might have a crush on Minori, but it doesn't feel like it's something that will bloom into something. I don't think they're going. I really don't think, just based on how the story has been presented so far, even though both of them are still trying to pursue their crushes, their respective crushes, it's just that it's not working out that way. I mean, it's possible. It's possible later on for them to develop a good bond and maybe get into a relationship with their respective crushes. But as it stands right now, where it's going right now, it's more likely for them to fall for each other than for their respective crushes. Just my thought. And the comedy and the comedic timing for some of these is impeccable. We have a little bit of fan service, I guess, a little bit of ecchi stuff there with Kitamura, who, I don't know, is trying to be aloof and, I don't know, just unaware about the things that he does. I don't know if he's just an airhead like Minori or what. They're just side characters who are meant to prop up the main characters or be the goal, the initial goal of the main characters, which will then become a turning point later on, so that the two main characters will realize that they're, you know, better for each other, something like that. But yeah, the comedy is good. It doesn't always hit for me. I mean, I do laugh at some of the jokes. Some of them are really good. They're not belly laugh kind of. There was only that one scene in, I think it was episode 6 or 7, when Takasu was asking Minori about what she thought of people who flaunt their airheadedness or their goofiness. Yeah, that one was really good. Apart from that, you know, just a smattering of some comedic scenes here and there and some jokes. So it's quite fun. It's a bit starting to pick up the pace a bit, but still we don't have much clarity over anything. No progress at all with their respective crushes. There's some progress between the two of them, and the one leading that is Taiga at the moment, because Takasu doesn't think about these things much. I think he's not really pondering about, okay, so I mean, he's really just trying to live his life, and you know, he doesn't even have the same kind of reactions that Taiga has when she's conversing with Kitamura, or when she's with him in the same room. For Takasu, it's just everything just seems so normal for him. He doesn't get so nervous. He does get flustered at times, but no big reactions from him just yet. So yeah, that's episode 9, and I'll see you guys again in the next episode. Thank you guys for watching until the end of this video. Click here to subscribe and check out these two videos for more fun content. See you in the next one.